あ、ルアナちゃん、いつ戻ってきたんだい。今度はしばらくいられるんだろ。ごめんなさい、ちょっと用事があってすぐに出かけないといけないの。その分いつもより頑張って踊っちゃうから、後で見に来てね。そりゃもう絶対に行くよ。ルアナを知らない人がいないみたい。ルアナってもしかしてすっごい有名人？もうずっと旅芸人をしているからね。そうそう楽しみがあるわけでもないから、すぐに顔覚えられちゃうのよね。もちろん私が可愛いせいもあるけれど。その自信はどこから出てくるのやら。あんなのお世辞に決まってるじゃないか。あら、嘘でもお世辞でも言ってくれるんだから、そう思ってもいいじゃない。それにだったらレオに聞いてみましょうよ。あたしとヒューリア、どっちが可愛いかをね。なんだって？ねえレオ、あたしとヒューリア、どっちが可愛いと思う？いや、それはどちらにもいいところがあるから。それじゃあ答えになってないだろ。そうよ、ちゃんと答えを聞かせてもらわないとね。これこれ、レオを困らせるのはそのくらいにしおれ。そやつは牧年人じゃからの、聞くだけ野暮というものじゃ。しかしモテるおの子はつらいの。何ですかそれ、やめてくださいよ。それが若さというものじゃよ。やっぱり。あったさ